入谷ってところで三三館って小学校があったんですよ。あれ廃校になったところね、その宿泊施設に変えようっていうことで、その始まった時にいろんな体験するのに海もあるので海の体験もしたいということで、じゃあ村岡さんお願いしますということで、はいはいって気楽に受け取ったのが、まあその漁業体験やら、きっかけだったんですけども、全国から世界から外国の人も乗せましたしね、でいろんな人が来て、まあ、ここの海のほら取れるものを、まあ、刺し網をし上げてもらって魚を取りの体験、あとそれからホタテとかカキとかホヤとか取れるものを、まあ、こう水揚げして、あとそれを陸に持ってきてバーベキューして食べると、救命胴衣とかなんとか揃ってるようだし、あとそれからいろんな機材もそれから徐々にこの皆さんの、まあ、援助いただきながら作っていくんですけども、まあ、近々やる予定ではいます。これからの漁業はやっぱり六次産業って、まあ、いろんなことをやっぱやっていかないと、ただ今まで夜中に起きてね、人の倍も働いてでやった結果がここでしょ。やっぱそういう観光とかやっぱりその付加価値のあるやっぱ漁業を目指してやっていかないと、少しでもお金になるようなやっぱ漁業っていうものを作っていかないといけないと思いますよね。それがやっぱ観光なんですよ。町の方でもその観光ということにやっぱり注目して、じゃあ町でそれ取り組むということで、町も一緒にこうその参入してきて、その旅行業の免許を取って工房からお客さん子どもたち養成でやってたんですよ、うん、震災前はね1300人の人を海に漁業体験させたんですよ。なのでどん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 こう上り調子だったのがこうつないでからだだからそういういろんなこう観光面の動きっていうのが、今度震災で南三陸市で大きな寄付をいただいた一つの要因になったのもあるかと思うんですよ。漁協としてやるのでいろんなことができるんですよ。この逆に施設を使うことにと、うん、100人ぐらい200人300人入っても大丈夫なテントあるんで、津波では壊されるけど自然の恵みはまだ戻ってきているんでね、力をつけたんだね海は、うん、ってことは人が汚してやつことだ